はいどうもマック鈴木チャンネルこれねはい僕あのこのチャンネルで野球の話しないんですよいつもいつもは何されてるんですか家族の話あ家族の話そうなの野球の話なんか、うん、マック鈴木チャンネルすることなんかないの <laughs> そ,うなそうなの <laughs> だから今回ねこれ見てくれる人どういう反応するのかなっていうのがすごく心配なところなの、うん、で家族の日常を上げてるんですかそういうこと。 JTB では今回の韓国の開幕戦での MLB 公認オフィシャルツアーを実施していますその中の特典としてバッティング練習をフィールド内で見学できる体験ツアーを実施していますまた MLB2024 公式レギュラーシーズン観戦付きホスピタリティパッケージツアーを販売しています詳しくは JTBMLB 検索してねまず簡単な自己紹介、はい、はいどうもマックスズキです で今日のゲストもうわかるでしょわ、うん、かるでしょ、うん、はい鳥谷さんですよろしくお願いします,しします元阪神タイガースねでロッテとロッテも来ました、ねはい、来ましてもうそれはもう超エリートですよ去年 NBB の話と MLB の話が入り混じっていろんな話が聞きたいと思ってますし聞けると思いますんでじゃあどうぞよろししくお願いしますまず僕ね鳥谷さんの印象、まあ、さっきも言いましたけどもう野球一筋で家族一筋この2本立て間違ってる いやまあ間違ってるとは言い難いですけどまあ <laughs> いろいろありながらはいいろいろありながら、はい、いろいろありながらねあのうちの妻から聞いて「いやいいお父さんはいいお父さんでもうすごい選手やったんやね」とかっていうのをあの帰ってきて言ってたから「かそうやで」言うて「知らん人いないで」<laughs> って,ってそんなことないですけどで両利きらしいで言うて <laughs> そうでしょいやちっちゃい頃父親が全部両方できなさいっていう親だったんですよ、うん、そうなの 蹴るのも、うん、箸もそうですし、まあ、投げるのは右投げで打つのが最,最初右だったんですけど、うん、もう左も打てるようにしなさいとか左でも投げれるようにしなさいとか、うん、全部両方できないとダメっていうなんか教えだったんですけどいやすごくないえほんで何か,か,か野球よりも先に柔道を始めてで柔道ってやっぱ左で組むと組み合い手が全然いないんですよ。で右で組むようになって でこの体の使い方は右になって右投げ右打ちで始まって書くのは一応習字があったんで、うん、右に直してで箸は左でで左で食べてるのを中学の監督が見て「<laughs> お前左木か?」って言われて「左で打て」って言われて「分かりました」って左で打ち始めます <laughs> マジであんまりじゃあそこに自分はないんやね。 ななんかこう時代的に一応言われたらやっとかなきゃいけないみたいな、うん、で一郎さんとかこう左バッターがこう前田さんとか全盛期でなんか右投げ左打ちがめちゃくちゃ流行った時あったじゃないですか、まあ、それでまあ左に、まあ、したというかさせられたというかいやでもよかったあの<あ>左投げ右打ちでいってたらそうですねもともとポジションほだいぶ、ね、ないもんね,ないですね、はい、それはもうすごいあの野球界の宝ですよ はい、でね、今回、あのあの韓国でね、はいあの、ダルビッシュ投手と、えー、大谷選手、はい、ドジャース対パドレスが試合ありますけども、はい、まあ見どころですよね、見どころ。だって、ダルビッシュ投手は先発するんですんね、うん、先発。で、大谷選手は2番で、DH で。 ずっと見てられますね確かに, <laughs> 確かに僕、まあ、番組「J スポーツ」でね、はい、あの解説メジャーの解説させてもらってるんですけど、はい、まあこの何年間あのエンジェルスの試合、はい、なんていうの答えが分かって解説するって結構大変なとこあるよね、うん、確かに確かにそう序盤中盤いいんですよ、うん、終盤ひっくり返されるから <laughs> 絶対にねでその中でね強い投手とと A クラスと ホールドでセーブが出てきても売ってるからねあの人今回100勝するよドジャースは、うん、またねまた100勝ぐらいするんですよ。うん、ってなると2番 DH でいくとね僕の予想5打席は普通に回ってくると思います、はい、で試合が中盤ちょっと超えたぐらいで決まるともう敗戦処理投手が出てくるじゃないですか、はい、そしたら僕もっとホームラン打つんじゃないかって予想して60本いくんちゃうかなと思ってるんです、はいえー 60本,60本まあや後ろも前後が打ってくれるから一、まあ、人だけ警戒されるわけじゃないですもんね、うん、だから勝負しなきゃいけないって考えたらもう、まあ、間違いなくホームラン増えますよねどう思いますか成績的には <laughs> 自分はなんか、まあ、2番、まあ当然ホームランもまあ増えると思うんですけど本これを多分投手やってながらやっぱ盗塁バンバンするっていうよりも投手がない年に 多分40トぐルがい行けるんじゃないかと思うんですよ後ろのバッターも気にしててで60本打ったバッターってまあ何人かいるとしてもやっぱ4040 40はなんか年齢的なバランスとか怪我があってピッチャーやらないバランスとか一番チャレンジできるの今年なんかなって思ってて確かにねそういうう目線ね、うん、そうかもう10年契約したら10年元気でいるもんかなと思っちゃってたから <laughs> 若い時にそ,れをその目標を彼なら設定してるかもしれないね。でキャンプとか見てたら結構走ったりとか意外にスタートの練習とかそういう練習って日本でもあんまりしないじゃないですか、うん、日本人が日本でのキャンプでも。うん、あんなに多分大谷選手は数やることって多分、まあ、当然ピッチャーしない投げないっていう時間があるっていうのもあると思うんですけど相当スタート練習とかしてたんですよ。やってた で二刀流でフォーティブバッー絶対いないじゃないですか。いないって考えたら次に歴史に名を残すのはそっち狙ってんじゃないかなと思ってああんかねあの走塁練習もねこう走る方向にこう向くじゃないですか、はい、普通はこう走ってたよねうんあれどういう意図があるのまあスタートを切って多分横向くっていうかバッターが打つ時があるんで、うん、その時にこうどっち向いたりとか。 あとは多分こう直線で自分がど,れどのラインを走ってるかって意外に横向いたときに蛇行したりとかいろんな選手の癖があるんですよ。スタート切ったときに投げたかどうか見る瞬間にまっすぐいけてるかとかもうスピードに乗っちゃえば多分もう大体盗塁って3本目ぐらいまででもうほとんど決まるんですねそのまままっすぐいければ、うん、だからその最初のスタートでまあ向きとかも考えていろいろやってたと思います、ねあ。その確認ね、はい、まあ特に大きいし まあ重たいから方向間違えたらそこ修正するのまた時間かか,る時間か,かってくるんで、はい、ははまあポイント的にねポイント的にまあ僕これちょっとあの2分ぐらい黙ちょっとダルビッシュ投手と大谷選手の2人の対決の見どころをちょっと教えていただきたい、うんまあ、一番はダルビッシュ投手は何を投げるのか確かに。 どういうビジョンで投げても真っすぐで押していくのかインコース投げていくのか、うん、あとはもう高めを投げていくのかとか、うん、多分いろんな方法があると思うんですけど、まあ、どの球種を選択するのかでその球種に選択に対して次の打席でどうアプローチするのかっていうのが多分、まあ、そこの駆け引きも面白いですし、うん、そこはやっぱ単純に勝負を楽しむのかそれとももうチームの勝ちとかを考えてやるのかとか,そう,そ,うかそういうのもなんかダルビッシュ投手かすれば。 大谷選手だけけじゃゃななないいいんで、うん、抑えき後ろに回せば回したでもまた自分が苦しくなるしとかそれがまたこうエンゼルスの時に対戦するのと全然違うじゃないですか全然違うそこら辺は、まあ、でもチーム勝たしたいしとか,、うん、かそのためには何の球種を選択するのかフォアボールでもいいっていう攻め方をするのか、えー、逆にその後のシリーズに対しての伏線でどん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 ずっとインコースいくのかとか,だからそういうどういう投球を 大谷選手がどういうバッティングをするかよりもダルビッシュ投手がまずどういうふうに攻めていくのかっていうのがなんか今後の大谷選手の攻めにも、まあ、次の日の試合もそうですし変わってくると思うのでそこら辺がなんかダルビッシュ投手どう考えてどう投げるのかなみたいなのが一番自分は楽しみですね、うん、しかしあれはねあのメジャー行ってないのにそういうメジャー目線で試合分析できるってすごいね。 今のお話は NPB のの解説の方なななかなかできないできいすその次の試合とか今後の対戦することを布石として残して、まあ、配球組むとかってあんまりしないんですよ。うん、2>, 2人の対決は面白いけどやっぱり今後の2人チームも含めて、まあ、目を離せない。うんうん、で特に西海岸のナ・リーグですから、うん、同地区、うん、同対決。 とということでパドレスが上に上がっていくにはドジャー,ジャースを倒さないといけないでドジャースはもう例年通りここまでは来るんですよでそこからまたリングを取るためにどう戦うかっていうのが、まあ、見どころなんで皆さんぜひこのねツアー見に行ってほしいなと思いますであとね MLB オフィシャルホスピタリティパッケージツアーっていうのがあるんですよこれね、あのー メジャーの試合をこのパッケージツアーで行くとグッズがもらえるんです。あ、そのツアー用のってことそう、特典でね、えー、これが。そう。で、韓国の場合はバッティング練習を見学できるツアーがあるんです。最高ですね。最高でしょう。多分生で見たら音とかも全然違うね。や,やっぱり。びっくりすると思うよね。はい、だって。間違いないです。そう。ま、っていうか日本の選手がプロ野球選手が見に行ってもびっくりすると思います。確かに。はい、音は。あのー。 そんな素晴らしいツアーを皆さんにぜひ見に行ってもらいたいなということで、えー、1本目締めたいと思います。